先日の試合で最終回の守りにつくあっぱれ。ある選手がレフトへと向かっていきます。その選手とは一体。右側に注目。走り方が非常に重いですね。誰だか分かりますか？センターカメラからどうぞ。お分かりですか？そう、私の相棒ライパチです。なぜかニヤニヤしています。実はこれ僕全く知らなくて、いつもの定位置ではなくレフトへ向かっていく。僕この時全く気づいてません。肘が痛いって言ってるんでね、遠くに投げれないからレフト行ったのか、それとも ついにライトがあれなのか、ということでライパチに直接理由を聞いてみました。はい、どうも徳さんです。はい、師匠ライト首あれ首じゃない、あ、違いました。先日ライトからレフトに知らないうちにコンバートコンバート、あ、コンバートじゃない、コンバートかもしれない。なんかやたらライト狙う人が多いんでやっぱり僕としてもセンターそしてレフトの可能性やっぱり広げていこうっていうのは確かにありますね。いや気づいたら後ろいたからすごい違和感どうですか、背後からの違和感すごくてさいやいやだいぶ久しぶりでしょレフトなんての。久々ですね、あんまり。はい、この時2人の記憶からレフトライパチという記憶は消えていましたが、実は約2年前になります。 MLB ドリームカップ3回戦で実はライトではなくレフトでスタメン出場していました。その時の様子がこんな感じ。バッターは強打の2番、追い込んでから落ちきらなかったシンカーを完璧に捉えられた打球はレフトへ。これをライパチが超スーパーキャッチ。スローで見ていきましょう。完璧に捉えられてます。サードにいたんですがやられたというふうに思ったんですが、ライパチが不慣れなレフトで一生懸命バック、そして最後はグラブの先で掴み、なんとか追加点を防ぎます。2018年は記録的猛暑とか言われた時の試合だったのがね、記憶が飛んでたみたいです。違った、打球の感じは違いますね。真逆と言ったらいいんですけど、まあ、ライトは、うん、ライト線はまあこうライト線に切れていく、はいはいはい、右バッター、はいはい、左バッター、うん、限らず、うん、まあ、宇宙かもそうか、うん、切れる打球が多いか、うん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 、でその感覚でレフトに行くと、うん、本来で言うと、うん、レフトに守り入ります、はい、左中間の打球が、うん、切れるイメージ。ああそうだね、ライト線の。でも全然そんな打球が来ないとむしろ逆ですね。あ、まあ、ライトレフト線がこう切れると。はい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 、で、はい、左中間の打球に関しては結構もう伸びていく。お、特徴的なのは右バッターの、うん、打球ですよね。ラインドライブっていう。あ、そうなんだ。右バッターはラインドライブする打球が非常に多い気がしますね。左はまた違くて、左がラインドライブをライト方向に打つっていうのはあんまりない気がしますよね、経験則上。なるほど。それはなぜかというと、うん、まあ、その打って、まあ、左はこう、あ、そのまま走り出せる、うん、右バッターはまあガーッと振り切ってこっちに走る、なんかそういうのも関係してるらしく。もうすげえ見てんじゃん。まあ、この話は全部週刊ベースボールオンラインに載ってましてね元ソフトバンクの柴原さんっていう名手がこれ全部同じことをもっと細かく喋ってますんでやっぱしないで喋ってみたんですけど。いや師匠の意見じゃなくて全部柴原さんの意見いや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 それだったら正確な情報かもしれないな本当に。確かに右バッターは振り切ってから走るから打球がまあ強いというかね、そうです、バーンといく。左はこう言ってもこう振り切ってから行く人はまあまあ少ない、うん、そのまま伸びてくるっていうのは確か面白いね。面白い、なんか似てるようでは似てないというか、うん、その難しさは、まあ、田上が前言ったかもしれないですけど、うん、ライト、センター、レフトのその打球の質が、うん、まあ、それぞれ違うっていうのをなんか久々に感じ取りました。なるほど。変えるわけ、そういうのを元にやっぱ変えていくわけ。そうなんですよまさに、あ、面白い通り、やっぱ脳内でやっぱ変えていく。難しさはどうなの、変わらん。あー、いや、ライトの方が難しいですよ、もちろんライトなかなか名手しか守れないですから。いやいやいや、こういう切り返し、やっぱり切り返しは逆
俺もセカンドやってたからさ、うん、セカンドの感覚のままサードショート行くとやっぱ本当真逆になったりするから、うん、外野も一緒なまあ、打球そうですね、そもそもあるんで、あれライトの時はさ、なんか右足前みたいな感じで守るじゃん。はいはい。あれレフトの時はどう？あ、レフトセンター僕左足前なんですよ。そうなの、まあ、ライト、うん、そうそう、その方が守りやすかったんですよ、こう、うん、あの赤星さんにこう教えてもらったやつ、はい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 、ってこういうやつがなんかプレーはあったっけ？最終回、ウィニングボールゲームセットの、ええ、あのスーパーファイプレースーパーレフトフライをあのスーパーハイソーで見事にキャッチと。あ、そうだったっけ打った瞬間みんなでこう引き上げるぐらいの結構な普通のいや、まあそうですね、あのセンター竹俣がうん、裏からー裏からーってあのおーっていういい声があの入ってまして、ナイスフォロー、やっぱりね、田上だけに任しておけないですよ。まあ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 、まあ、で任して、いや任してもいいんだよ、任してもいい、その俺だって言ってその接触するよりはまあまあまあそう、任せたっていう中で俺は俺だっていう、そう、任せておけないことはないと思う。ライトボールをいきなりスルーするっていうのはなし。それはなしですね、もう二度とやっちゃいけない。ある日の宇宙観みたいな理想的な点の取り方で1点を先制。しかし和田町さんもすかさず反撃、すぐ捉えて宇宙観、いろんなとこやっぱ守った方がいいと思います。そう、改めて思うと、うん、一箇所だけじゃなくて、うん、違うポジションを守ることによってその自分のポジションのことにこう還元できていく面白さが出る。いきなり公式戦でレフトやれって言われたらびっくりしますから特に特にびっくりしますから俺も驚くもん。そうですよね、後ろにいるのか大丈夫なのかっていう、うん、そのレフト入った瞬間にやっぱこう何かを背中にこう感じる瞬間があるよね。なるほど、うん、だからそれちょっと怖いからまた今度レフト入った時にスローイングなんていうのもまたちょっと あのちょっと今度話してくれる。ああいいですね、あの柴原さんの話あの代弁しますんであ、あるかもしれない聞きますよ、怒られるよ、間違って言える、ベースボールオンラインに大丈夫？大丈夫です。大丈夫？あのお願いします何がポジションが変わると意識もだいぶ変わりましたね。次回はレフト早球編などもお届けします。徳さん TV 実は本を出してます。動画とリンクするシステムを採用、音声と文字のダブルで説明されてます。ピッチング、バッティング、ディフェンスの3本立て、読むとバッターは際どい球がボールに、ピッチャーは際どい球がストライクになる率が上がります。